当選された平成11年度、12年度に関しても同様の行為を行っていた。じゃあ、俺が立候補して、この世の中を、この世の中を、この世の中を変えたい、その一心で一生懸命訴えて、西宮の縁もゆかりもない西宮市民の皆様に選出されて、やっと議員になったんですが。